皆さんこんにちは。今日の予算委員会での私の質疑について、振り返ってみたいと思います。今日は私は円安と物価高の問題を中心に、質問させていただきました。円安、今日はニューヨークでは149円台まで行きました。なぜ円安になるかということで、大きな要因としては、日米の金利の差、この青い線で示してますけど、金利の差がどんどん広がってきてます。もう 3% ぐらい金利の差が開いている中で、金利が低い円から金利が高いドルにお金が流れて、円安がこのように進んでいるということがあるわけです。で、一方政府はですね、断固たる措置を取るということで、先般為替介入も実行しましたけれども、日銀の方が全く、それに呼応せず、むしろ、金利差を拡大するような金融政策を続けているので、まさにアクセルとブレーキ、消防車と、タンクローリー、これを一緒に出しているようなもんだということを言いました。で、日銀の方はですね、なぜ金融政策を続けるかということについて、物価上昇は一時的だから安定的に 2% の物価目標を達成できるまで金融緩和するんだと言ってますが、果たして一時的なのかどうかということで、まず一つには、いろんな物価の指標を出してますけれども、海外から輸入するものの値段は特に上がってます。そして円安によって円に、換算した時の輸入物価は一番上がってます。消費者物価はそれに引き換えるとそんなに上がってないんですね。ということは、これから価格転嫁が進めば、消費者物価一番下のものも上がってくるだろう。まさに政府はそれを目指しているわけで、それにもかかわらず日銀が、物価がそんなに上がらないというのは矛盾してるんではないかということを言いました。岸田総理は全く意味のない答弁を繰り返していました。それともう一つなんですが、日銀は物価がそんなに上がらないと言ってますけれども、この見通しがどうなのかということです。過去の見通し、黒田総裁就任してからのものをまとめてますけれども、ことごとく大きく外れてます。私は今回も、2024年度に今 3% ぐらいなものが 1.3% に落ち着くと言ってますけど、本当にそうなのかということを申し上げました。見通しを示した当初はですね、強気な発言をしてたんですが、まあ結果はさっき見た通りです。今回もですね、今は賃金が上がってないのでですね、賃金を上げなくちゃいけないということを言ってるんですが、そもそも、物価が上がれば賃金が上がるということを過去には言っていたわけですって、こうした矛盾したことも言ってると、まあ、本当に日銀総裁として私は、らしくない、矜持が全く感じられない、反省も責任感もなく、のうのうとその地位に偽り続けて、これはどうなんだ、やめるべきだということを言いましたが、日銀総裁まだまだ居座り続けるようです。本当に、国民生活にとっては有識事態だと思っております。引き続き政府と日銀に対して、この円安の問題、物価の問題取り上げて追及していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。